ムアラカートはアラビア語の調子の詩集であり、アラビア語詩の最高傑作とも言われる。イスラーム勃興以前のジャーヒリアと呼ばれる時代の作品を集めたもので、貴重なものや、かけられた歌という意味を持つ。詩の大家の作品が7編あるいは10編収録されており、写本によって内容が異なる。7つの調子、7つの呪術つなぎの真珠、黄金詩などの呼び名も持つ。 アラビア語の古典的な調子であるカシーダは優れた陰文としてアラビア語文芸に大きな影響を与えた。ジャーヒリーヤ時代の文芸は三文よりも詩が盛んであり、文字よりも句伝によって伝えられた。やがてイスラーム世界で文字記録が盛んになり、アッバース朝の時代には詩人の作品が詩集として編纂された。ムアラカートには目立ったところにかけられたという意味もあり、 その由来は、ウカーズの定期詩で表彰された歌詞だが、金文字で詩集されて、カーバ神殿に掲げられた伝説にある。ムアラカートに収録された詩の共通点として、空間的には視界の範囲の世界であり、時間的には現在であり、描写されるのは具体的な事物であるという三点が挙げられる。現実世界の描写に徹しており、想像や、 神話的な描写がなく、そのため直輸として描かれる。詩人は自らの感情や内的な思考を読む代わりに、事物の描写によってそれを表現した。前述のように感情は事物によって表現される。例えば相手の涙で悲しみが湧くときには、二本の矢で心を射るとされたり、恐怖心は肋骨の下で筋肉が擦れるなどに浮象化され、 悲しみや恐怖そのものは言葉にされない。抽象的な概念も同様であり、物質に基づかない抽象的な言葉は、ジャーヒリーヤ氏には存在しない。例えば死は、土万獣、運命は、彫木のクダ、戦争はイシウス、繁栄は、陸や海を埋め尽くす部族や船として死になる。色彩の共通点として、単色ではなく、多彩が好まれ。 多くの色彩を盛り込むことにも技巧が尽くされている。色の傾向としては濃い色や明るい色が多く使われており、物質の豊かさや、そこに込められる感情の豊かさを表現した。唇の赤、葉や、真珠の白、葉の緑、砂の灰色などが用いられる。文体は、砂獣と呼ばれる、応印三文に由来している。文字に記録される以前は、 交渉によって知識は伝えられていたため、アラビア語の音声的特徴と規則性を活かしたさ、銃は記憶の共有や継承に役立ち、部族の貴族意識を高めた。リズムの面では単音節と超音節の組み合わせで16種類が作られ、音の面では余韻や残響、休止を活かす客員が発達した。 左中は、演説、説教、訓は、新託などに使われ、詩にも取り入れられるようになった。ムアラカートに収録された詩は、すべてカシーダと呼ばれる調子である。カシーダとは、何かの方向へ進むという意味の動詞を語源とする詩の形式であり、主題を遠回しに表現する。そのために全体が長くなり、百行に達する作品も、ある。上の句と下の句があり、 超音節と単音節の配列によって、陰律を組み合わせる。上の句と下の句が同一の陰律であること、すべての行が同じ陰律であることが必要となる。音節の組み合わせは、タフィールと呼ばれ8種類、陰律は、バハルと呼ばれ16種類がある。カシーダは、基本的に三部構成をとる。最初のナシーブは、聴衆を引きつける部分で、詩人の技量が最も発揮される。 次のタカルスは、旅のテーマとも呼ばれ、恋人と別れて、旅を描写しつつ、詩人自身の勇敢さを情熱的に表現する。最後のガラドが主題であり、部族の称賛や戦い、主演、教訓、砂漠の自然などを歌い上げる。ジャーヒリーア時代の死の親の作品が一編ずつ選ばれている。主に七編のカシーだが収録されているが、編者によって九編や十編を含んでいる。 主な皇帝本に収録されている詩人は、イムルールカイス、タラファ、ズファイル、ラビード、アンタラ、アムル、ハーリス、アーシャ、ナービガ、ウバイド、アルカマである。第1番目には、共通して、イムルールカイスの詩が掲載されており、100行を超える作品である。恋愛の旅から夜の孤独までを読んだ、イムルールカイスをはじめ、協楽的なタラファの詩、 哲学的なズァイルの詩、砂漠を描写に優れたラビードの詩、部族を追放されたアンタラの詩など、作風も様々である。後のアラビア語詩に多大な影響を与えたほか、古典アラビア語を知る上で、言語学的にも重要な資料とされる。19世紀以降には、アラビア古典詩の貴重な作品として、ムアラカートの再評価と研究が進んだ。各地の写本が集められると、 写本による違いが明らかとなった。古典史は交渉に基づいて伝えられてきたため、伝承の内容、作者と作品の不一致、注釈の有無、歌詞だの読み方、行数や配列、順序など、相違点は多数ある。そのため、オリジナルをどのように判別するかについて議論が続いている。ヨーロッパにも翻訳され、英訳の ムアラカートを読んだゲーテは、斎藤衆に中途論考を書いた。ありがとうございます。